中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第103回目の放送でございます。100回突破記念ということで、この3週間、振り返り、特集をお送りしましたけど、その間ですね、いただいたメールとかお手紙とかはがきとかですね、紹介できなかったので、今日はそれを中心にお送りしたいと思います。まずは、府中市のラジオネームひこままさん。中川博隆様、毎回楽しくて嬉しい番組をありがとうございます。笑いどころが突然やってきて、いつも自分の笑い声にびっくりするほどです。今日はお礼が言いたくてお便りしました。難病になり5年目。ああそうなんだ、大変ですね。お腹の底からわははとハッピーです。大きな声で笑うっていうのはいいことだと思います。病気も吹っ飛ぶといいですね。そして水戸市の増田真理さんから、中川さんへこんにちは、2周年&100回放送おめでとうございます。先日は公開生放送ありがとうございました。面と向かって声をかけられると緊張してしまい、伝えたかったことも話せず、見えるラジオで印象に残っていることで長野秀子さんとのトークをとお伝えしたのですが、内容はもちろん大笑いの印象が強いですが、私は何年経っても昔話を一緒に話せる、そして笑い合える存在がいること、そしてずっと続いている関係性が素敵だなぁということで心に残っています。長野さんと中川さんの関係ですか。まあそんなに、まあそうですね、まあそういうことも言えなくはないから。中川さんの人柄を感じます。今頃すみません。さて、春になり毎日楽しく一緒に過ごしてきた子どもたちも元気に卒園式で初めの一歩を歌って大きく踏み出していきました。その子どもたちに中川さんといえばと聞いたところ、聞いたの、1位那須先生。これはお誕生日の日というね、長谷川のと作った絵本があります。そこの中に那須先生っていう担任の先生がちょっと中川にちょっとに似せてるんですね。第2位新井くん。新井くんの中にあの妙な博士がいますけど、あれもなんかちょっと似せてる感じがしますよね。ナンバー3、ひげがねだったので、リクエストひげをお願いします。コロナ落ち着いてまたお会いできる日を楽しみ、見えるラジオを見たいと思います。目指せ150回200回300回とありがとうございます。ひげといえばですね、この間カフェに行ったら、そこに6人組のね、仲良しママさんと子供たちが来てたんです。それで僕の本を購入したいっていうんで、サインしてですね、そしたらまた写真も撮りたいって言うんで、じゃあマスク撮ろうって言って、僕がマスク撮った瞬間ですね、子供がもうケタ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 笑い始めて、まさかのヒゲだったのかな、ものすごい笑ったね僕の顔見て。それから、まあこのヒゲのことなんでしょうけれど、畑仕事しておりましたら向かいの親子連れが通りましてですね、あこんにちはって言ったら、あのお母さんがこんにちはって言って、はいこんにちは言いなさいって、その3歳ぐらいの子なんですけど、その3歳ぐらいの子にこんにちはって言いなさいって言ったら、おじいちゃんこんにちはって、初めて、孫にもおじいちゃんって言われたことないんですけど、初めておじいちゃんと言われたんですね。まあ、このひげ見れば、まあ、サンタクロースのおじいさんみたいな感じなのかもしれない。ではひげ聞いてください。お父さんのひげは鼻の下、おじいちゃんのひげは顎の下、お母さんにひげは
ケルさんのひげは茶色、サンタさんのひげは真っ白、お母さんにひげはないけれど生やしてみたいな私もひげ、ひげひげげげひげげげひげひげげげひげげげ、牛乳ごくごく飲んで鼻の横、ナマズのひげは口の横、お母さんにひげはないけれど生やしてみたいなみんなひげ、ひげひげげげひげげげひげひげげげひげげげ、カレーパクパク食べたら長谷川義文の歌でヒゲ聴いていただきました。ギターは下畑薫でした。あ、非常に魅力的ないい声してんだよな、うん、素晴らしいと思いました。続きまして、これはトラヤの元トラヤの追っかけ大きい須藤さん、中川博隆様とってもご無沙汰しております。またこの度は子供が書いたお手紙をたくさん送ってご迷惑をおかけしております。その手紙っていうのがこういうものでね、同じ文面が3つあるんですね。この便箋みたいな、これが全く同じものがどしどし送られてくるんですけれど、これはあのその時の気持ちなんとかでごわす翔一郎くんっていう人ね、うん、なんかオリジナル、ここに薩摩のお芋の少年の絵が描いてある、なんかオリジナルの回答用紙なのかな、先生が作ったのかな、こういうのが送られてくるんですね。翔一郎くんっていうんですけど、その彼は私が療育を担当しているお子さんで4月に小学校に入学します。今学校生活に見通しを持ってもらうことや自分の気持ちを言葉で表するようなセッションを行っています。イメージを持って遊ぶのが苦手な彼が薩摩のお芋にピンときたようで、お芋のぬいぐるみでごっこ遊びが楽しくできるようになりました。中でも作者の中川さんにとても興味を持ちました。人の名前を言わない彼が中川さんと言った時にはお母様と私は思わず顔を見合わせ、言ったよね中川さんって、習い始めたピアノの発表会で芋掘り遠足を弾くほど好きになってくれました。ご迷惑だと思うのですがどうぞお許しください。中川さんへのお手紙が届かなくなったら伝えたい人が広がったんだなと温かく見守っていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。そうか、なんか来たんだね中川さん。なんだろう、そういう特別な感覚を持った人にそういうふうに言ってもらえるっていうのはとっても嬉しいんだよね。ということで、それから佐藤守さん、守りですね、ずいぶん昔、これなんだろう、リクエストが暖かい日寒い日って言うんですから、かなり前、あ、3月14日だな、横須賀の守りに、遅ればせながら読みますが、中川さんこんにちは。プロ野球オープン戦は3月14日現在で、我が横浜ベイスターズは3位で首位争い、中川さんのヤクルトスワローズは10位で最下位争いですね。去年ヤクルトが前年のセリーグ最下位から日本一になったというジンクスを作ってくれたので、
今年は横浜が日本一になると期待しています。ヤクルトは優勝決定試合で横浜に恩があるので手加減をお願いします。この季節に去年もリクエストしましたが、暖かい日寒い日をリクエストしますということでね、今ヤクルトはだいたい5分かな、うん、横浜も5分ぐらいなんじゃない。ちょっと広島とジャイアンツがこう抜け出てる感じしますけど、阪神がちょっと調子悪いよね、うん、新庄さんもとこも、うん、4勝ぐらいしたのかな。まあまあこれからですよね、ということで暖かい日寒い日、まあ桜も散り始めておりますけれど、これ歌ってみましょうか。背伸びをしたら日差しの匂い、もうすぐ春かもしれないな。北風吹いて耳まで痛い、まだまだ冬かもしれないな。日向ぼっこの嬉しい日、手袋なくして悲しい日、行ったり来たり繰り返す暖かい日寒い日。南の窓がキラキラしてる、もうすぐ春かもしれないな。表に出たら息まで白い、まだまだ冬かもしれないな。花が咲いてた嬉しい日、風邪をひいてた悲しい日、変わり番号に繰り返す暖かい日寒い日。行ったり来たり繰り返す暖かい日寒い日。神奈川のつるちゃん、100回おめでとうございます。リクエスト曲チャンスは何度もやってくるお願いします。4月新年度始まるとへこたれそうになることがいっぱいあります。この曲を聴いて元気出したいです、ということでね。4月大変なんだよね、4月でもう後半ようやく子供たちが慣れたかなと思うとゴールデンウィークがやってくるというね、なんで才能河原の鬼のような感じで、また一からやり直しっていう感じになります。まあ、頑張っていただきたいと思います。チャンスは何度もやってくる、どうぞ。石ころにつまずいて一番ビリになっちゃった。おや、金メダルの代わりに膝小僧にすり傷。また失敗続き、ガクンガクン泣き顔見せちゃったけど、ドンマイ。チャンスは何度もやってくる、チャンス、これから何度もやってくる。ゴールポストに当たって外れたロングシュート、大事な場面だったのにみんながっかりしている。今日もまた失敗続き、ガクンガクン、しょんぼりしちゃいそうだけど、どんまい。チャンスは何度もやってくる、チャンス、これから何度もやってくる。負けるな、プレイプレイ、言われなくても頑張るさ。今日も
から何度もやってくる。プレイプレイプレイ、頑張れ、ファイトファイトファイト、負けるな、プレイプレイ、言われなくても頑張るさ。今日もまた失敗続き、ガクンガクンガクン、それでも諦めないのさ、どんまい、チャンスは何度これから何度もやってくる。チャンスは何度もやってくる。チャンスこれから何度もやってくる。語学友の坂西亮太さんとお送りしております、お殿様シリーズ、お殿様スキーに行くの第3回目、いろいろね100回振り返り特集があって、放送できませんでしたけど、今日はその3回目最終回をお送りしたいと思います。旅館の目の前がすぐスキー場です。ゲレンデに出て三太夫が言いました。それではスキーを履きましょう。うん、ワクワクする。さあ、私の肩につかまってください。まず左の足をここにガッシャン。できましたか？はい。次は右の足をここにガッシャン。よし、履けたぞ、三太夫。それでは肩に置いた手を離してみてください。お殿様がそーっと手を離すと、スルー。お殿様はしゃがんだ姿勢のまま緩やかな坂を下っていって、そこにあった白樺の木を抱っこするようにゴーン、胸とお腹を嫌ってほど打ってしまいました。あいたたたたた、なんじゃこれは。スキーってほんとよく滑るの。立てないよ、三太夫って。こら、何を笑っておる。いつまでも笑ってないで早く助けておくれよ。殿、大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。どうしたらいいの、これ。ではこっちに行きましょう。お殿様は三太夫に手を取ってもらいながら平らなところに行きました。さあ、一人で立てますか？こうなら立てるが。お殿様は四つん這いになりました。殿、生まれたての子馬じゃないんですから、それでは立ったことになりません。こうなったらもうリフトに乗りましょう。え、立てもしないのにいきなり大丈夫？大丈夫です。私も初めての時すぐにリフトに乗せられました。怖くてもどうにかこうにか山を下っているうちになんとなく滑れるようになったものです。さあ、行きましょう。リフトに乗るとスキー場が見渡せます。上手に滑っている人がいます。あんな風に滑れたら気持ちいいだろうな。お殿様はつぶやきました。やがてリフトは山のてっぺんに着きました。お殿様は三太夫の手を借りてリフトを降りました。ここから麓までなんとか降りていかなくてはなりません。さあ、私の手を取って立ってみてください。お殿様はよろよろと、でもなんとか立つことができました。それではまずここからあの木までゆっくり斜めに滑ってみましょうか。こうか。おお、そうでございます。ストックを使ってゆっくりですが滑ることができました。やったー、できたー。お殿様は喜びました。するとそこにキャッホーと言いながら一人の若者がものすごい勢いで滑ってきました。あー、危ない。三太夫が叫びましたが、若者は何食わぬ顔でするりとお殿様の横をすり抜けていきました。お殿様はあまりのことに驚き転んでしまいました。わー、ゴロ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 転がっていくうちにお殿様は大きな雪玉になって下っていきました。
転がっていく先に三人の女の人が立っています。危ない！追いかけてきた三太夫の声に女の人たちは振り返りましたが、雪玉になったお殿様はすぐ目の前です。するとお相撲さんのように大柄な一人がみんなの前に立ちはだかり、雪玉をどすこいと受け止めました。雪玉は簡単に止まり、その人は何事もなかったかのように服についた雪をパッパッと払いました。殿、殿、大丈夫ですかと叫びながらやってくる三太夫にサングラスをかけた女の人が言いました。殿ですと？そういうあなたは三太夫？あらあら、奥方様、奥方様。雪玉から顔を出したお殿様が言いました。そしてそこにいた女の人の顔を見てびっくり。奥さん。殿、こんなところで何をしているのですか？あ、三太夫とね、スキーしに来たんだけど、スキーって難しいですね、転がってばかり。ところで奥さん、 お元気ですか？お元気ですかじゃないわよ。それより殿、そのめくれたちょんまげ何とかしてくださいな。ああ恥ずかしい。さあ、こんなことをしていたら時間がもったいない。私たち女だけで温泉に行きましょう。ではごめんあそばせ。奥方様はそう言うとお月の二人を引き連れてシャーッと滑っていきました。奥方様、いつの間にあのように滑れるようになったんでしょう。おそらく何度もスキーに来ていますな。そっか、温泉か。わしらも男同士行くとするか。え、殿、スキーはもうおしまいですか？わしはスキーよりも温泉の方が好き。殿ったらうまいことをおっしゃる。お殿様と三太夫はスキーを肩に担いで歩いて旅館に帰りました。シアターパペッテリアさんからメールが来ました。中川博隆様、 お世話になっておりますシアターパペッテリアです。メールラジオ100回突破おめでとうございます。2周年 &100 回記念ズーム公開生放送当日、仕事中のためにリアルタイムで視聴できませんのでアーカイブを予約しました。楽しみです。何か100にちなんだ曲をと考えて、バケツ100杯の夏休みを思いつきましたので、こちらをリクエストさせていただきます。季節的にはまだ随分先取りな感じですが、今年の夏は子供たち海遊びがたくさんできますように祈りも込めて、夏の海のキラキラや空気が見えてくるような素敵な歌ですね。公開生放送の当日4月3日私たちは大阪で人形劇の仕事で、フェスティバルの会場をマリエオネットを使いながらパフォーマンスして回っています。中川さんに作っていただいたシアターパペッテリアのテーマ曲も BGM のセットリストに入っております。大阪天王寺界隈に響かせてきますね。それではこれからも見えるラジオが長く続きますことを祈って、シアターパペッテリア、ゆき&カズということで、本当コロナが明けたらシアターパペッテリアの人形劇、あちこちでね、こう開催されるようになるといいと思っております。中川が曲を、担当いたしまして、2作ありますので、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思っております。じゃあバケツ100杯の夏休み。今日も僕は海で遊んだ、砂の家を作って遊んだ、麦わら帽子を忘れてきたら、首の後ろがじりじり焼けた。バケツ100杯の夏休み、何度も作った砂の家。バケツ100杯の夏休み、何度も壊れた砂の家。
僕は海で遊んだ。砂のプールを作って遊んだ。カニを捕まえ泳がせてたら怒って僕の指を挟んだ。バケツ100杯の夏休み、何度も運んだ海の水。バケツ100杯の夏休み、何度もこぼれた海の水。海で遊んだ。綺麗な貝を集めて遊んだ。裸足になって拾っていたらビーチサンダル波間に消えた。バケツ100杯の夏休み、朝日が昇った空の色。それでは今月の歌、ペンギンの3つの秘密を聞きながらのお別れとなります。それではまた来週、さようなら。おしゃれ通りのペンギンはね、右のポケットにポマード持ってる。そいつで体をピカピカ磨けばえへんぷいぷい、大事の仲間。でもね、これは内緒の話。シッシッシッ。小鳥のペンギンはね、左のポケットにスケート持ってる。そいつで氷をするんと滑ればビュンビュンビュン、オリンピック選手。でもね、これは内緒の話。シッシッシッ。欲張り鳥のペンギンはね、カモメみたいに空を飛びたい。羽を回して練習するけど、ずーしんどんずん、いつも尻もち。でもね、これは内緒の話。シッ。